こんにちは、イーゼル芸術工房ドラマーの山下雄平です。先ほどですね、遊んでいたステージでこういうことになるのかみたいなことがありましたので、ちょっと皆さんにもご紹介したいと思います。名付けてキノコジャンプ。それでは見てください。こちらでございます。ノーダメージでいこう。このコースなんですけども、まずは一体どういうコースか見ていきましょう。これを叩くとですね、キノコが出てきます。そしてこのハリゾーン、この先にはですね、こうブロックがあってゴールがあるんですけども、このブロックはですね、大きいマリオでないとクリアすることができない、壊すことができない。じゃあどうするかってことなんですけども、もちろんこれはですね、こうジャンプじゃ届きません。こうキノコ出すじゃないですか。でキノコにめがけてジャンプ、あ、足はちゃジャンプできるんですよ。キノコ取った瞬間それジャンプできるんですね。これすごかったですね。待ってくださいね。ほっ、ちょっとお約束って言えばお約束ですね。ほっ、いける、足、よし、こういうことでございます。で、あとはこれ破壊して、通ってゴールというわけでございますね。キノコジャンプ、なんかこれ利用したらまたいろいろ面白いコース作れそうな気がします。それではまた。でしょ。あれ、惜しい。